はい、ターザンボーイリアルでございます。本日はきっと休日だったということもありましてですね、髪もボサボサで、帽子をかぶらせてもらってます。ひげもちょっと、部署ひげ入ってますんで、ちょっとお見苦しいところ、お許しください。で、以前より言っておりました、なんていうんですかね、自分のメインチャンネルのリニューアルっていうようなことをテーマで、ここ進めてるんですけども、なぜそういうリニューアルということを考えたかと言いますと、やはりYouTube 上にはですね、権利っていうのがありまして、その権利が、要は著作権の問題ですね。その辺のところをクリアしないとですね、やっぱり動画をアップし続けることができないんですね。で、自分がこうアップする動画っていうのは大体加工してますよね。例えば、いろんなこう、シーンをこうワンカットワンカット撮ってって、こうつなぎ合わせたりしてっていうのが大体私の編集パターンなんですけども、まあそういう感じで、自分のチャンネルを守るために、まあそういうようなことを今やってる最中です。で、まあ以前から言ってます通り、もう一つのチャンネルで、権利上問題があるものに関しては、まあアップはできるので、その辺のところはアップさせていただいておりますんで、また概要欄に貼っているんで、あれ？前あった動画が消えてるって思った時は、そっちの方に行って見てもらうと、それが上がってますんで、徐々に、まあ全部上がってないですけど、徐々に移行していますんで、一時的なチャンネルではあるんですけど、再三ね、申し上げてますが、そちらで、で、こう、あれ前これ見たんだけどないなっていう方いらっしゃったら、そちらの方に行ってみてください。で、あとはですね、ちょっとこう、私の岡村さんとの話をちょっと、出会いというかですね、私の、DVD のやつをこう見ていただいた、DVD を見ていただいた方には、大体はお分かりだと思うんですが、まあ、大体出会いっていうか、出会っているのは、家庭教師なんですね。で、その前にもこう音楽としてはこう聞いてたんですけど、そんなに興味を持ってなかったんですよ。で、あるきっかけで、大学時代に、私ちょっと関東にいたもんですから、関東の大学にいたんで、夜中の深夜番組、深夜の、なんか音楽番組で、なんか学生が選ぶ、トップ10みたいな、だったんですね。で、そういう番組があったかなんかだったんですよ。で、まあ、こう、ぼーっと見てましたら、第3週連続第1位みたいな、岡村康之、どうなっちゃってんだよみたいな、出たんですよ。で、パッて、それでテレビ見たら、どうなっちゃってんだよの PV がね、PV が流れてて、で、そこで釘付けになったんですよ。なんだこれって。こう、プリンス好きなもんですから、邦楽ってあまり見たり聞いたり、そうあんまりしなかったんですけど、そこでなんかですね、この日本人でここまでやれる人いるんだっていう、すごいこう、衝撃をそこで得たんです。そういう衝撃をこう、なんか、
なんて言うんだろう、こう、カルチャーショックでもないけど、これとんでもないなって思って、そして、なんて言うんですかね、その夜、2時か3時ですよ。CD レンタル屋さんにまず行って、岡村康行っていうコーナーから全部ババババって借りて、そして聞きまくった。そしたら、まあ、これはすごいというふうな感じで、そっからもう、ファンというかですね、もう、すごいなっていうかですね、自分もこう音楽をかじっていたので、で家庭教師の方のツアーはもう終わってて、で次は禁じられた生きがいツアーっていうのが募集されてたんですね。で募集っていうか、なんて言うんだろう、販売されてたんですけども、僕はもうその時大学4年生だったもんですから、地元に帰ってくることになってて、で行けなかったっていうか、チケット取れなかったんですよ。で取れなくて地元に帰ってきて、そして、もうビデオ見まくって、ビーチフルワールドとか、もう見まくってて、それで、やっとこう、次の、禁じられた生きがいっていうアルバムが出るという情報を聞いて、それで予約して、そして、ようやくして、こう、そしてツアーもあるよって。こう、それで、それにこう、いろいろやった、い、あの、なんて言うんだろう、申し込んだりしてたんですけど、予約した日に行ったら、販売中止になりましたって言うんですよ、店員さんが。え？だってツアーもあるんですけど、みたいな。で、禁じられた生きがいツアーってあるんですけど、なんでアルバム売ってないんですか？みたいな。でも店員さん、ちんぷんかんぷんなんですね。だから、で、じゃあ延長ってことでいつか出るんですよねって言ったら、いや、その目処ないんですって言われて。はあ？みたいな。そっから7年間彼は出てこ、あの、ただ、禁じられた生きがいツアーは、刊行されてました。刊行されました。やられました。ちゃんとやりました。それは、もう、ファンシーゲリラに収まってるわけですよ、その映像は。だから、あれは、ファンシーゲリラは、禁じられた生きがいツアーなんですよね、あれ。まあ、そう。で、そこで、あと7年くらい間空いちゃったね。そして、今度、真禁じられた、真ね、誠、天禁じられた生きがいっていうので、第一次復活を遂げるわけですよ。で、やっと7年を待って、やっと見たわけです、本物。まあ、その時はもう、なんていうのかな、もう、まず、会場出てくるまでに、待ってる時間が、もう、なんていうか、緊張しまくって、もうダメでしたね。なんかこう、もう、で、もう同じ仲間とかいたんですけど、2人くらいとか、こう、そういうマニアックなやつがいたんですけど、なんていうんですかね、そいつも緊張してて、もう下向いて、こう、もう手が震えますみたいな、本当に岡村が出てくるのかみたいな感じでしたね。だから、その新規試合と生きがいツアーっていうのと、禁じられた生きがいツアーっていうのは別個なんですよ。まあ、皆さんご存知な方はご存知だと思います。で、初めてその禁じられた生きがいツアーが、新禁じられた生きがいツアーか、めでたく本物見て、
そしてこう、これがその時のパンフレットなんですけど、こういうやつですね。で、本当にもう大切にしまってますこれ。で、その時ですね、武道館3回やってるんですよ。それで武道館が即日ソールドアウトっていう、で追加公演でもう1回武道館やって、さらにハレンチっていう曲を最後だ、その時出した時にもう1回ツアーやってるんですよ。あ、ツアーっていうか武道館やってるんですよ。その時に行ったのがこっちの方の、今度考えるとね、こっちの方、っていう感じなんですね。で、そっからですね、いろいろこう、もうライブ東京行くし、まあ地方公演だと地方公演行くし、当時本当に自分も音楽やってたせいもあってですね、すごくですね、楽しみにして行ってました。で、その時に握手会っていうのも今度ね、その後完全復活したとあるんですけど、握手会もにも行きました。で、岡丸さんと握手しました。で、話もしました。僕地方から来てますって言ったら、ありがとうございますって岡丸さんが言ってくれました。で、いろいろこうで握手して、で彼はすごい最初目を合わせてくれないと思ったんですよ。でも彼すごい目そらさないでくれるんですよ。3分くらいだったんですけど、ですごいもう何十年もっていうか何年も前から聞いてるし、この間の、渋谷アックスにも行ったんですっていうようなことを話したら、どうもありがとうねって言われて、ですごくこう物静かな感じでしたね。まあそんな感じでですね、彼のその人間性みたいなのもすごい、なんていうのかな、そんなに結構まあ当たり前なんですけど、そんなにこうはしゃいでないっていうか、落ち着いてる感じなんですよ本当に。で、まあその間ですね、本当にもう情報っていうのは今でことネットでこう出回ったりしてますけど、当時はもうネットもなくて雑誌とか本当にこう読み漁ってね、情報を得てたと思います。で、まあこういうアナログ版で、これアジャパイのあれですね、大車輪、これアナログ版で出るっていう話を聞いて、これわざわざ、買いに行ったりとかですね、あとはこれはですね、カンベベですね、カンベベの、アナログバージョンですね、でまあ皆さんご存知の、ビバナビタのアナログバージョン、アナログにもちょっと私こだわってまして、まあ DJ ミキサー使うんで、あれですけど、まあこれ私のこうコレクションというか、岡村さんのコレクションの中の一部なんですけど、まあそのくらいもうなんか生活の一部になっているっていうことをちょっとお知らせしたかったなっていうふうに
思ってます。で、まあ、毎回ですね、本当に、本日現在で5220名くらいの方が登録してくれてるんで、もうこれ以上、これ、まあ、ね、有名な方の、その、登録者数とは、まあ、比較にはならないんですけども、その、岡村さんのテーマ、岡村さんとか、まあ、あと、ちょっと格闘技とか入ってますけど、そういうのを、で、このくらい行くっていうのはすごいと私思ってますんで、本当に皆さんには感謝しております。で、まあ、いろいろ収益化とかですね、考えちゃうと、なんか自分に自己、ね、足かせをつけるような感じなんで、あんまりそういうのはあんまり考えないで、これからは自由にまた編集してアップしていきたいと思いますんで、引き続き、よろしくお願いいたします。で、あとは先ほど何度も申しましたが、あれ、昔上がってたやつが上がってないなって思ったら、概要欄に、その上がってるやつを載せときますんで、そっちで見ていただければというふうに思ってます。まあ、再三の、お知らせではございますが、どうぞ、ご理解ご了承のほど、そして今後ともスターザンボイ EIR ともとも岡村さん、頑張っていただいてね、応援していきましょうね。じゃあどうも本当に本日ありがとうございました。失礼いたします。